目としても、うん、まあ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 いろいろあるけれど、うん、まあまあ、うん、じゃあそこでなんでこう維新さんがぐわーっと出てきて、ね、うん、そのわざわざ立憲民主党に抗議をする、うん、ということに至ってるその維新の基準っていうのはね、僕はよくわかんない。橋本さんとは一緒ではないんですか？あ、そこはもう違います。別々ね、うん、だから別々なんだけど、うん、橋本さんの名前を持ち出して抗議文を書いてるっていうのは、それは OK の？まあだって僕が言うことじゃないですもんね。そうね、だから僕が言うことじゃないことで橋本さんの名前まで出してきてるから、うん、まあどういう基準でなのかなっていうことであったよね。その抗議文っていうのは維新の会から正式に届いたところに橋本さんのことをこんな風に言ってっていうことが書いてあるんです。ただ、うんうん、でこれはまたそのね、時に橋本さんはやっぱここまでいろいろ発言してきてる方なんで、うんうん、例えば鍋常さん、読売のね、うん、まあ、トップの鍋常さんが橋本さんのことをヒトラーのようだというふうにおっしゃったこともあった、うん、はい、石原慎太郎さんがおっしゃったこともあった、うん、ええ、じゃあその時に例えば維新さんが毎回抗議してるとかね、うんうん、いうことであれば渡辺さんには言いましたよ、うん、だから渡辺さんの方が維新という政党がなんでそこでこうね今回だけ出てくるのかっていうこの政治的な意図がねどういうことなんだろうっていうのは僕は不思議ですね。まあ今回だからそれは党と党の話で、多分もうこれは立憲と維新がかなりぶつかり合うというところもあるから、なんかだからね、うん、そうなんですよ。もともと菅さんはまあこれは個人の発言だって最初から言っているので、うん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 、やっぱり基本的には維新はまあ菅さんに話をする話としては